マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは普段、どんな痩せるお茶を飲んでいらっしゃいますか？特に私たち女性に嬉しい効果のある綺麗痩せするお茶があるんです。もしあなたが綺麗痩せすることができるお茶飲んでみたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら。マイナス10キロ、綺麗痩せするお茶についてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントとは、そして2つ目、おすすめのお茶ということで具体的にお伝えしていきたいと思います。では1つ目の項目です。痩せるこのお茶のポイントなんですけれども、3つあります。1つ目は、あなたの腸内環境が整う材料だからなんですね。後ほど詳しくお伝えしていきます。そうしないと、腸内環境が整っていないのにですね、一生懸命ダイエット頑張ったとしても、その先にはリバウンドが必ず待っているからなんですよ。ここすごくポイントになってきます。また2つ目です。ノンカフェインのお茶だからですね。ここも大事です。カフェインにも、プラスの面もありますが、腸活の観点から言いますと、やはりカフェイン飲料を飲むとですね、腸の動きがね、悪くなってしまうんですよね。ですから飲みすぎは注意です。特にダイエットしたいっていう方は、カフェインはお休みされる代わりに、こういったノンカフェインの美味しいお茶を飲んでいただきたいなと思います。そして3つ目は、無添加であることですね。余計な香料とか甘味料とか全く入っていない国産の材料でできたものだからです。で、特に今回は材料がこちら、黒大豆を使ったお茶なんですよね。やはり脂肪の蓄積を抑えてくれたり、お腹を整えてくれたり、また私たち女性に嬉しい女性ホルモンと似た働きをしてくれるこのイソフラボンが取れることで、脂肪燃焼効果だったり、悪玉コレステロール値を抑えてくれたり、代謝上げてくれたり、こういったね、働きをしてくれるのがイソフラボンなんですよね。そしてまた食物繊維や高タンパク質、コレステロール値も下げてくれますよということで、いいことずくめの黒大豆のお茶ということになるんです。では2つ目の項目です。今回私が選んできたのはこちらです。無印良品の雑穀のお茶、国産大豆の黒豆茶です。で、1袋あたりがですね、10袋入ってまして、こちらがもうね、ほんと黒豆の香ばしい香りがすっごくね、癒されますので、ぜひね、ストレスかかってるな、もう今日イライラしてるっていう方も、ぜひね、ちょっとほっこり飲んでいただいて、ストレスを緩和、ストレス解消してもらえたらね、いいなと思って選びました。で、こちら原材料名が黒大豆で北海道産になります。やはり国産の大豆を使ってくださってますから、すごくね、安心安全ですよね。で、こちらがだいたいお湯の適量が約、ね、100ml に対してティーパックが1つとなってますが、もう熱々のお湯で作られますとね、200ml 十分濃ゆく飲めますので、ぜひね、作るときは熱湯でしっかり作っていただいて、100と言わずに 200ml でもいいなって思うようなお茶の葉になっております。で、こちら黒豆茶はですね、脂肪燃焼効果と、あとアントシアニン効果があるので、要はね、老化防止ですよね。抗酸化作用がありますから、もうアンチエイジングです。私たち女性がね、もっと細胞レベルでキラッキラとね、若々しく輝くためには、やっぱりこのアントシアニン味方につけていきましょうということ。そしてむくみがひどいという方いませんか？もう夕方になったらね、台所を立ったらもう足がパンパンで痛いとか、そういった方はちょっとほっこりね、一段落です。まずこのお茶飲んでからね、そういった家事に取り掛かってもいいと思うんですよ。むくみ解消にも役立つお茶ですから、ぜひね、取り入れてみてくださいね。それではここから、さらに痩せる飲み方ワンポイントアドバイスです。こちら、食前に飲みましょうです。この温かい黒豆茶を食前に飲んでいただきますと、もうそれだけでね、満腹感を得ることができます。結果、食べ過ぎ防止につなぐことができるんですね。で、2つ目です。1日2杯までぐらいで十分です。いくらいいお茶でも飲み過ぎてしまうと負担になりますから、大体目安は 1,2 杯程度で抑えましょう。そして最後、常温かホットでぜひ召し上がってくださいね。冷たいお茶は腸が冷えてしまって、代謝がどんどん下がって太ってしまいますから、ぜひこういった飲み方を
まあ、大体目安としましてはね、3-4週間最低、まあ、プラス12週間までぐらいはね、体調に合わせて続けていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のポイントは、無添加で腸内環境が整って女性に嬉しい効果があるアントシアニンを含んだお茶、まあ、イコール黒豆茶を1、2杯程度毎日飲んでいきましょうね、でしたね。簡単にできますから、ぜひ取り組んでみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。